ピクトの山口剛です。今回ピクトから新しく出ますシマノのカセットボビンスプーンについてお話しさせていただきたいと思います。現行台場の方ではもう発売されているカセットボビンスプーンなんですが、ボビンが簡単に取り外せるようなスプーンになっています。まず最初に上の部分を外してもらうと、糸の部分が外せるようになります。このように外れます。この部分のラインを交換してもらうことによって、ドラグのセッティングを変えなくても、確実にラインを交換できるというメリットを持ったスプーンになっています。ドラグに関しましても、エステルラインに向いたアジングに特化したドラグになってまして、今までのシマノのまだ出てしまうような、滑らかに出てしまうような理由で、ドラグではなくて、粘りのあるドラグシステムになってますので、こちらの方も体感してもらえたらなと思ってます。あと、一緒に合わせましてショートハンドルも発売されるようになってます。こちらの方も合わせて、タッチセンサーというノブになってまして、こちらの方で感度がすごく分かりやすくなってますので、こちらの方も、合わせて使ってもらえると、すごく良くなると思いますので、よろしくお願いします。